某秘密結社より依頼されていたジューンレーシングのタイヤマックスグラップラーのテスト。コンパウンドはそこそこの柔らかさでさ、インナーフォームは硬さ、大きさともに使いづらいため、カッターで幅を詰めたり、内側を切り抜いたりして、好みの硬さに調整しました。今回は直径のサイズが近い RC4WD のマットグリッパーと比較してみます。それではテストを進めていきましょう。まずは、純レーシング製のタイヤから。思ったよりいい感じのグリップ感です。縦方向のグリップは上々、横方向は少し流れ気味です。RC4WD 製のタイヤでも同じ地形にチャレンジします。ジューンのタイヤよりコントローラブルな印象です。タイヤの差というよりインナーのセッティングの差のような気がします。前後方向のグリップには優れるのでよく前に進む印象です。ただ、V 字のところで一度グリップが抜けて踏み外すような挙動が見られますよね。これはショルダーの角張ったタイヤ特有の部分ですね。それさえ気をつければかなり戦闘力の高いタイヤです。RC4WD のタイヤは5年以上使っているので、経年劣化でグリップレベルが低く、アクセルをガンガン握って空転させ、その勢いで姿勢を制御しています。ただ、タイヤの形状がよく考えられているので、コントロール性はジューンより優れている印象です。ジューンのタイヤは上りでも安定した性能です。これといったドラマも起きずどんどん上れます。まずは合格という感じでしょうか。この上りで5年落ちの RC4WD のタイヤはちょっとした周回を演じちゃいました。グリップが逃げて、ジューンと同じラインでは登れず、流されてしまっていますね。古いタイヤには、ちょっとかわいそうかな。今回の比較テストは一応終了です。結果は、ジューンのタイヤは、5年落ちの RC4WD のタイヤよりグリップが優れているということでした。でも新品同士で比べたらどうかということですが、僕の記憶が正しければ、新品同士でもほぼ互角の性能な気がします。RC4WD のタイヤが高いという理由で買うのを躊躇している人には、ジューンは代替品として十分おすすめできます。
とはタイヤのデザインの好き嫌いなどあるとは思いますので、その辺はご自分の判断でどうぞ。ではまた。